はい、時刻は12時22分を回りました。 FM は情報局、お送りいたしております。本日ですね、2組目のゲストをお迎えいたしておりますので、まずはご自身の声で自己紹介からお願いします。こんにちは、はじめまして、琉球乾燥紙の愛吉野と言います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、普段あれちょっと放送用の声になりましたね。はい、そうですよ、おしとやかな感じで、はい、よろしいかと思います。はい、はい、愛吉野さんですけど、はい、琉球なんですか、乾燥紙で、ここに今ちょうど映ってるかな、はいはい、こういう感じで顔を見て、はい、動画をご覧の皆様には分かりますから、はい、お顔のそう手相とかいろいろそうありますけど、このお顔のそうっていうことなんですかね。専門は体全体なので、うん、はいはいはい、手相も見ますし形も見ますし、うん、お顔に出てくる色とかツヤとかを見て占う乾燥紙って言われてます。はいはい、はい、その琉球乾燥紙の愛吉野さんが、はいはい、FM うるまに、はい、初ですよね。初ですね、初登場でございますね。はい、はい、普段は那覇、そうです、普段は今はハッピナハの方に拠点にしてます。はい、でされてる、はい、イベントの方をたくさんしてまして、出てまして、でこちらの方に伺ったのは、はい、うるま市のアゲナのお菓子工房のひまりっていう和菓子屋さんなんですけれども、そちらの方で月に2回、うん、今定期的に鑑定会を行ってるので、うん、なるほど、そちらの方のちょっとこういうね、はいはい、持ってきたんですけど、うん、作ってる饅頭とかね、うん、それもやりながらお話してきたらなと、まあね、琉球乾燥紙っていうのも知らないだろうし、うん、そうですね、はい、はい、それもちょっとお話してきたらなと思って伺いました。はい、はい、よろしくお願いします。まずはじゃあ、はい、琉球乾燥紙っていうのは、はい、どういった占いかというのを、じゃあそうですね、リスナーの皆様に、はい、こちらもフライヤー私あるんですけど、うんうん、今度もらいに来ていただけたら分かると思うんですけど、はいはい、普通どうでしょうね、うん、生年月日とか、ね、はい、占い、占い、そうですね、血液型占いとかいろいろありますよね。そうありますけれども、うん、私の専門とするのがもう本当にこうできれば本人の前にして見る、はい、うん、乾燥紙って言ってて、はいはい、でまあ、一番最初に手相とか見たりとか手の形を見たりとか、はい、まあ、占いにする入ってくる時から座る仕草とか動きとか、うん、うん、まあ、今日私ちょっと派手に、はい、こんな感じで着てるんですけど、うん、やっぱどういう色を着てる人なのかとか、いろんなものを見ながら、はい、占う、特に専門にして、さっき言ったように、うん、専門にしてるの顔に出る色とかツヤとか、うん、気色っていうののこの流れを見ながら占うってことですね。はいはい、すごい細かくもね、顔面部位図ってこう、うん、もうずっと昔からこれやっぱ伝統的な占いでなかなかプロがいないんですけれども、はいはいはい、私師匠がうん、ウィンウィン出てる白本よしひろって言って、私は師匠のところで学んで、うん、こちらの方をお勉強させていただいて、はい、今占い師をさせていただいてます。顔面部位図って言います。100箇所ぐらいあるんですけれども、うん、これ全部バラバラです、場所、お金のところとか、あ、なるほど、はい、自分の思いが通るかなとか、うん、まあね、世間のこととかいろいろあるんですけれども、はいはい、ある程度何でも占えるかなとは思ってます。うん、専門にするのが3ヶ月から1年以内の占いが一番当たるかなとかっていうのがありますし、あと手相はやっぱり長年のね、はいはい、これから先もそうなんですけど、うん、過去のことも分かったりとか、いろんなもの分かるので、ある程度トータル的に占えるかなと思ってます。はい、なるほどですね。はい、すごい興味がありますね。ちょっと面白い占いかな、うん、面白いですよね。でよくお客さんが言われるのは分かりやすいって言います。まあ、いろんな占いあってて、タロットとかいろいろあるじゃないですか。だけどやっぱり説明しづらいじゃないですか、はいはい、カードとか。でもやっぱり手相にしてもこうでしょうとか、この形よねとか、指とか、はいはいはい、爪をこういう形よねとか、で顔に出てるこのニキビとかほくろとか、はいはい、まあ、人相も全部入ってるので、うね、そういうのも全部見ながら占うので、ちょっと面白いかなと、分かりやすいかなと思ってます。そうですね。はい。あ、じゃあこれは日によってもまた変わっていくんですよね。手相もなんか変わるっていうんですよね。手相も一番私が早かったなと、1週間で変わったお客さんは見たことあります。うん、はいはいはい。はい、
で、あと顔の方はやっぱりあんまり、そうですね、はっきり言って今日こういうふうに占い出ました、それをすごく気にすることなく、やっぱり私たち占い師としては、先が見える部分をこういうふうにしてほしいなって話をやっぱするわけですよね、だからそういうふうにちょっと3ヶ月越しぐらいに来たらどうですかっていうのがそのあたりなんですよ、なるほどですね、そう、うまくね持っていけるかな、改善する方向に持っていくっていう、そう、乾燥師自体がそうなんですよ、だからこの幸福になるための知恵っていうのをあなたに教えますよっていうのがこの乾燥師自体のこの最初からのコンセプトっていうんですか、なるほど、占ってもうあんたこれ悪いよで終わりじゃなくて、これをどう改善していくかっていう、そうです、で、皆さんよく勘違いしてらっしゃるのが、手相、よくはっきりとした手相、この線の、じゃなくて細かい線がやっぱり当たるって言われてます、だから専門にしてるの、私たちはやっぱりこの大きいこのはっきりとした線を見てるわけではないです、細かい、はい、あ、なるほど、だからそれが1週間で変わるとかっていうのはそのあたりなんですよね、なるほどですね、はい、よくこれ下の線が長い歴するよみたいなこと言うんですけど、そういうそれだけ、それはもし関係ない、トータル的に全部まあ顔にも全部全体的に出てたりとか、この生命線だけが短いからとかっていう問題ではないですよ、そういうのはもう、はい、そういうことですではないんですね、なるほどですね、面白いですね、面白いですか、で占い好きな方たくさんいらっしゃってね、はい、まあ、女性が大体8割9割ぐらいなんですけれども、ひまりさん の場所を説明していいですか、はいはいはい、これ定期的にっていうことはもう今後の日にちとかも決まってるんですか、日にちも決まってますね、一番近いので来週の水曜日に、やってますね、来週の水曜日、水曜日26日ですね、26日にで11時から18時までですね、でも一部予約が入ってますので、電話していただければ、後で電話番号言いますので、そちらの方に、で5月ももう決まっているんですよ、5月も10日と31日ということでもう決まってて、こちらのウルマの FM ウルマさんも置きますけど、こういうふうに予定表も全部準備されているので、4月、5月、私置いていきますので、ネットでもね、Facebook とか Twitter とか、あとブログでも毎日発信してますので、いつでも分かります。ブログと Facebook とかじゃあ、愛よしのさんで検索すればいいですか？愛よしの。愛よしのでやると出てきます。でひまりさんの場所、うるま市のアゲーナの2-4-15ということで、アゲーナ十字路から副薬局あると思うんですけど、そのちょっと真ん前になります、真ん前、なんかちょっと分かりやすいかなと思います、お菓子屋さんですね、お菓子工房ひまりですね、お菓子工房のひまりですね、お菓子工房この中の一角で愛さんが占い、畳部屋の方でやってますね、はい、ゆっくりと静かな場所になるので、ゆっくりとお話できるかなと思っています、でもう一ついいですか、ひまりさんに頼まれたのがあって、映ってますかね、白と赤のまんじゅうなんですけど、すごく美味しくて、これちょっとね、大きいのと小さいのあって、小さいのが90円で大きいのが130円ということで、すごくふわふわでもっちり、赤白のね、ノーマンジュのような形ですけど、中は全然違いますね、小豆あんになってるんですけど、私もよくねこれは利用させていただいて、いろんなところに持っては行ってるんですけれども、評判はすごく上々です、一度お菓子工房のひまりさんにいらっしゃった時にはどうぞお買い上げいただければなと思ってます、うるま市では結構、ね、有名みたいですよね、これね、あ、そうです、そうですよね、聞きますでしょ、はい、聞きますよ、うん、私ももっと名前出してって、来たらやっぱお客さんにね買ってこう持たせてあげたりとかもやっぱしてるし、で来週なんですけれども、私の鑑定を受けていただいたお客様に、アンケートを取るんですよ、来週、でそのアンケートをいただけたお客さんに関してはこちら和菓子の方を、まあこのお饅頭かどうかわかんないんですけど、和菓子の方をちょっと準備して、準備させていただいて、プレゼントってことでキャンペーンをしています、ぜひぜひじゃあお越しください、はい、近いところでは来週の水曜日、4月26日ですね、お菓子工房のひまりさんで、午前11時から、鑑定を行ってますので、でも予約された方がいいですよね、そうです、ね、予約もだいぶ埋まってきてますので、じゃあまずはもう
連絡愛さんの方に問い合わせということで、はいはい、じゃあ問い合わせ番号も、はい、はい、お願いします。じゃあ私の携帯番号で、はい、090-6858-7483、はいはい、もう一度言います、はい、090-6858-7483、7483ですね。で最後にうん、どうして私がウルマにね、うん、関係あるのかなと、やっぱりお客様もみんな聞いてらっしゃる方もね、思ってらっしゃる方多いと思うんですけど、うん、こちらの方をちょっとね、はい、短くお話したいと思います、はいはい、私の方は3年間アウトレットモールアシピナーの方で鑑定してました、うん、でそこで統計を取ったんですけれども、うん、うるま市のお客さんが 70% ぐらいいらっしゃったんですよ。はい、そういうことでやっぱりアシビナを離れる時にもうるま市はちょっとね、うん、自宅から遠いっていうことで、うん、一部やっぱ鑑定場所を探したっていうのが、うん、うるま市に来てる意味があって来てますので、皆さんもぜひ可愛がっていただけたらなと思ってます、はいはい、前向きになる占い、はいはい、琉球乾燥師の、はい、愛吉野さん、スタジオにお越しいただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。この後も周波数 86.8MHz FM うるまでお楽しみください。